毎日ポジティブ。はい、ポジティブ歴16年スーパーポジティブティーチャー福地でございます。このチャンネルはですね、私が毎日ポジティブなことを発信するというそういうチャンネルでございます。さあ本日の話なんですけど、本日はですね、昨日来てくださった方で、このチャンネルにもですね、3回前か4回前にですね出ていただいた26歳のゆうりさんというですね役者 をですね目指している方がですねいるんですけども、その方がですね昨日来てくださって、またいろいろお話をしたんですけども、そこで今26歳のですねゆうりさん、今俳優になるためにですね夢を持って、志を持って小田原からですね、東京に上京してきたと、そういう流れなんですけども、彼がですね、じゃあ17歳8歳の頃何を目指してたかっていう話を聞いたんですね。そしたらその頃はホテルマンを目指してたと、接客がすごい好きなのでホテルで仕事をしたいと。でもそれは1年2年経ったら、その夢がまたなくなって、また違う夢、ができてと、そうやって、何年かして今は俳優になるという夢を持っていると。じゃあ自分が8年前9年前にもし戻れるとして、そしてその時の当時の18歳の自分に何か言いたいこととかメッセージとかありますかっていうのを聞いたら、ゆりさんはですね、恐れるなと、恐れないで自分が持った道を貫けと、こういうふうにですねゆりさんはおっしゃってたんですね。やっぱりこう若いうちって恐れるなって言われても恐れるじゃないですか。自分に自信ないし、生きていくのもね大変だし、目標だってね別にねないし、夢もないし、そういう人っていっぱい多いと思うんですよ。でもね、今いろんなことを経験した26歳のゆりさんは、自分が18歳の頃8年前に言うとしたら恐れるなと、貫けと。でもねこれってすごく僕重要なことだと思うんですね。やっぱりいつかはやらなくちゃいけない、いつかは追い込まれて恐れているけども、新たなチャレンジをすることってきっとあるはずなんですよ。それがね30歳の人もいれば40歳の人もいれば、でも早いうちにいろんなことを恐れずに勇気を持って一歩踏み出している人の方が、人生経験をですねより多く積めるし、その分だけ成長速度も速いし、結果自分がやりたいことにより近づけると思うんですね。恐れるなというですねメッセージ、簡単なようでめちゃめちゃ難しいんですけども、でも僕はあえてですね恐れないで前に進んでいく、そして早いうちにいろんな経験失敗をして、そしてそこから自分の少しでもね勇気をね持つような、自分のことを信じられる材料を持つ、そういうことってすごく僕は大切だと思うんで、そのゆりさんとね昨日お話をした時に、恐れるなという言葉、本当にねこれ僕にも言いたいですよね。僕も自分が子供の時にね恐れていなかったかっていうと、めちゃめちゃ恐れてました。本当に恐れて恐れまくってました。でも今自分が今やりたいことをねやって、こうやって、このお店も6年目、そして自分が今自由にねやりたいと思ったことをできるという状況になったのは、きっと今まで恐れないでいろんなチャレンジをしてきたからだと思います。なので恐れるなという言葉、これ今見てる方がね20代の人もいれば30代40代50代60代70代の人もいるかもしれない、でも僕はいつでもこの言葉というのはすごく大切だと思います。恐れないでね前に進んでいきましょう。それこそがですね僕はすごくポジティブなことだと思います。そうやって一歩前進した先に自分がなりたい将来の夢に近づくと思います。はい、昨日ですねそんなことをすごく思ったんで、恐れるなというメッセージをですね今日は皆さんに発信したくて、このポジティブ毎日ポジティブを撮りました。ということで以上、毎日ポジティブ、ご視聴ありがとうございました。